連絡あったか。いいえ、そっちは。いない。やけになって事件でも起こしてなきゃいいんだけど。あ、もしもし、親父さん、友吉です。どうもご無沙汰しています。え、実はあの、うちのマナロー、そっちへ行ってないですか。え、実はちょっと、いや、そういうことじゃないんだけど、もしかしてラオに会いに行ったんじゃないかと思って。そうですか、わかりました。どうもありがとうございました。お釈迦出したぐらいであんなに怒鳴ることないのよ。石、まだまだ。それより武藤さんから最速の電話来たわよ。納期は明日の5時きっかり。どうする？分かってる。今出ます。はい、藤田誠二。なんだ。え、え、マナロと一緒。友よし、マナロ、マナロ、マナロがいた。パズル、パズルか。もしもし、今どこにいるんだ。何、アパート。じゃあお前も一緒なのか。次行く。来なくていい？どういうことだ。あなた、私が話す。もしもし、うん、そう、そうだったの。分かった、すぐ行く。あなた、ちょっと待って。私が行くから、ここは私に任せて。甘い顔するんじゃないぞ。新しい機械入れようと思う。新しい機械？ワークの自動供給装置についた NC。 ボタン一つで自動的に品物ができるって、あのロボットのことか。そう、実は東亜の社長が新しい仕事をやってみないかと言ってる。東亜が？何でも中国向けの工作機械の部品加工だし。中国向け？中国は今や
巨大な市場だ。必ず儲けにつながる。車、パソコンの大量生産のラインの機械の部品加工で、これからどんどん数も増える、うん、これからは中国、アジアに目を向けて仕事も組み立てる必要があると思う。東亜は俺さえ本気なら仕事任すと言ってる。東亜はバブルの時本業より株と不動産で大きくなった会社だ。これからの時代はただ物を作ってりゃいいだけでは済まない。詳細も必要だ。それにワークの NC なら入力さえすりゃあとはスイッチを押すだけで人間の何倍もの品物を正確に作る。なんたって機械は誰かさんのように文句は言わないし逃げ出すことはない。いくらするんだ、1000万。そんな大金どうやって工面するんだ。東亜が保証人になってくれる。最近の機械のことはわしにはもう分からん世界だから何も言えんが、安易に機械に頼るのは良くない。すべてをロボットに頼るのは危険だ。じゃあ聞くけど、親父はこのままでうちがやっていけると思ってるのか。マナロはやめてもらう。角田のおばちゃんもな。焦るな、わしは承知できん。なんでお前がマナロと一緒なんだ。たまたま駅前でマナロと会ったんだって。さあご飯にしよう。ねえあなた、あなたねえ、ちょっとちょっとちょっと、じゃんけんしよう。じゃんけん、ほらほらほら、じゃんけんぽい。何も分かってないんだから。言いたいことがあるならこっち来てちゃんと言いなさい。となればことが解決するの。マナロはお釈迦のたびにいくらの損だとか何時間無駄になったとか怒鳴られてすっかり怯えてる。怒鳴ってりゃお金になるとでも思ってるんじゃない。今日だって一人で医者に行かせることないでしょ。急ぎの仕事があって手が離せなかったの。お母さんたちはどうしてマナロが日本へ働きに来るようになったか聞いたことある？本当に何にも分かってないんだから。おじいちゃん、お母さん、あのね、マナロの家は4世代続いた農家で貧しいけど平和に暮らしてた。ところがある日、村の人全員が強制的に立ち退かされたの。それで森林を伐採してパルプにするために日本の企業が追い出したの。住む家を亡くした家族は村の人とバラックで生活してる。妹は無理なるような仕事をして、病気のお母さんは小さな弟たちとマナロの仕送りで生活してるの。マナロを一労働力としてじゃなく、もっと人間として見てほしいの。マナロがわざわざ日本に来て働くのは、私たち日本人が追い出したのだ。ここが嫌ならよそへ行けばいい。
なた、あの子会社辞めたいみたいなの。辞める？ほぼさんになりたいんですって。ほぼ？あの子の通ってる教会の保育園の。桜町は在日の韓国朝鮮の人たちが多いでしょ。田鶴はそこの子供たちと仲が良くて、ほぼになってその子たちの役に立ちたいんですって。かぶれてんのか。田鶴がまだ小さかった頃、キリコ集めの朝鮮人がいた。ええー、なんだっけあのおじさん。ボロのおっちゃん。そうそう、ボロのおっちゃん。田鶴はいつもボロのおっちゃん、ボロのおっちゃんってよく懐いてた。いつも背中に炙ってもらって、朝鮮の子守歌を聴きながらすやすやと背中で寝てた。おっちゃんが帰るって言うと泣き出して、ついていくと言って一晩泊まったこともありましたね。覚えてるでしょ。機械の横にちょこんって座って、あなたに品物を一つ一つ手渡して、まるで宝石扱うみたいに何時間でもお手伝いしてくれた。そのうちこっちが疲れちゃって仕事の方は相変わらず売れない本ばかり作っている。お前の方はこの不景気だ、どうしようもない。親父さん、今日は親父さんにちょっと。わしに？はい。私にどんな用事かな。タズル、はい、小林のおじちゃんが来たわよ。ご飯一緒に食べよう。親父さん、この人を知っていますか。な、この方藤田春さんって言うんです。え、藤田は、知っているんですね、この人。実はこの人、藤田春さん、今日本に来ているんです。長野県の安谷村にいるんです、この人。
つばや。何事だよ。親父さんから昔のことを聞いたことはないのか。昔のことって戦争中のこと、満州へ行ってたこと、シベリアで捕虜だったってことぐらいは聞いてるけど、そのことと何か関係があるの？先週の休みに息子のヒロシのダウン症の友の会で長野県の安谷村にキャンプに行ったんだ。安谷村はおじいちゃんの田舎でしょ？そうよ。夕方天竜川でヒロシたちと魚釣りをしてた時、一人の婦人がじっと川の流れを見つめているんだ。俺はその姿が妙に気になって、そしたらそのうちその人がウサギおいしってふるさとの歌を口ずさむんだ。ふっと目が合ってその人が恥ずかしそうに笑った。俺は急に話しかけたくなって声をかけた。その人は今日本に一時帰国で帰ってきた中国残留婦人。身の上話を聞いている時、突然その人の口から藤田新蔵という名が飛び出したんだ。俺はもうびっくりしてな。まさか同姓同名の別人だとその時は思ったんだ。誰なんだ、藤田春さん。黙ってちゃ分かんないよ。誰なんだ、親父。ちかつてのわしの妻だった。お母ちゃんとは再婚だった。お父さん、あなた。入れましょうね。すまない。お父さん、詳しく話していただけませんか。わしは昭和13年満18の時、満蒙開拓団の一員として満州に渡った。あの頃村は貧しかった。ちょうど養蚕がダメになって、わしら農家の次男三男は村で働くところもなかった。食うものもろくになくて、飯といえば麦飯に味噌汁があればいい方だった。いつまでも家にいるわけにもいかず、そんな時国は盛んに満蒙移民を募っていた。村にも割り当てが来た。当時村も赤字でな、割り当てを達成すると援助金が村に入ることになってたんだ。皆で満州へ行けば
村は救われる。そう思ってわしらはそれは喜んだ。おまけに満州へ行けば大地主になれると聞いて、これは一石二鳥だ。この機会を逃すなとばかり引き込んでな。その時わしは村の青年団の団長をしたんで、先頭に立って家を一軒一軒回って若い者に満州行きを説得して歩いたんだ。村を出る時は満州に骨をうずめる覚悟だった。まるで出征兵士のようにみんなに送り出され、それから船と汽車を乗り継いで5日目の朝やっとソ連との国境に近い開拓地に着いた。日本では考えられない広い土地だった。毎日毎日日の出から真っ赤な大きな夕日が地平線に沈むまで死に物狂いになって働いた。でその開拓地で春さんと、いや、それからあっという間に3年が過ぎて16年にお前もそろそろ嫁さんをと周りに勧められて、内地から写真が送られてきた。春さんですね。おじいちゃん、写真見せて。子供はいなかったの？小林くん。お父さん大丈夫ですか？喋りたくなかったらもういいんですよ。大丈夫、大丈夫だ。昭和20年8月2日にわしは関東軍に召集された。開拓地で春と子供たちと別れた。それからすぐ日本が負けてわしは捕虜となってシベリアに送られた。じゃあ春さんと子供とはそれっきり？22年の暮れに私は日本に帰ってきた。春と子供たちを探した。方々歩き回ったが何もわからなかった。やっと同じ団で春の同級生だった田中静子さんが奇跡的に生きて日本に帰ってることが分かってすぐに訪ねた。田中さんは岐阜の国立療養所で看護婦をしてました。田中さんが言うには、田中さんの話では春も子供たちも集団自決をしたところまでは一緒だったと。集団自決？わしは今日まで春も子供たちもいないものと。お父さん、日本に帰って村にも居づらくなって呆然と村を出た。行くあてもなく予備車に乗って川崎へ降りた。先代の吉本の社長の世話で旋盤をやるようになって、社長から広子を紹介された。そして
25年の暮れにひろこと結婚した。なぜ春さん待ってなかったんだ。集団自決したと言っても遺骨が届いたわけじゃないだろう。死亡通知が来たわけでもないだろう。なぜ再婚なんかしたんだ。どうして今まで隠してきたんだ。後ろめたかったんだろう。現にさっき春さんの写真を見て逃げ出したじゃないか。わしはシベリアの抑留生活で体が弱ってた。ある日仕事中に倒れた。急性肺炎だった。わしはもう死んでもいいと思った。何もかも虚しかったんだ。そんなわしをひろこは何かと世話をしてくれた。病院のベッドの脇で与謝野晶子の君死に頼むことなかれの詩を何遍も何遍も読んでくれたり、当時は貴重品で誰も食べられなかったメロンを食べさせてくれたりしてな。そして夜になると春や子供たちが夢に出てきて飛び起き、でも朝になるといつしかひろこが来てくれるのを待っている自分に気がついて社長に全て話した。社長さんは日本人は戦争中のことは互いに聞かないことにしている。言わないことにしている。だから生きていられる。過去は捨てろ、未来に生きろ、それでいいと。そしてこのことは誰にも言うな、ひろこにも言うな、私の腹に収めておくから。ひろこがお前を身ごもったとき、友よし、私はすべてひろこに話した。そのときお母さんは何も言わなかった。ただわしの手を取ってそっと自分の腹にあてがって、お前がピカッと動いて、お前偽善だよな。俺は過去を曖昧にする存在として生まれた人間か、平和の申し子ってやつ。おじいちゃん、この人に会うんでしょ。会うんでしょ。おじいちゃん、会う必要なんかない。今さらどの面下げて会うって言うんだ。はい、藤田誠一。
心臓さん。はい。私、心臓さんが生きていたこと知ってました。知っていた。日本に帰ってしばらくしてあなたのところ行きました。田中静子さんが私の手を引いて連れてったんです。川崎の駅に着いて改札を出て街を見上げたら華やかなネオンサインが飛び込んで、そしたら急にこの街で心臓さんが生きてる、家族と一緒に生きてる、そう思った途端私は走り出してました。そして気がついたら電車に飛び乗っていたんです。その時全てが終わりました。どうかこれからも元気で、何から話したらいいんでしょう。そう、あれは昭和20年8月2日でしたね。心臓さんが招集令状もないまま軍隊に招集されて、団には女と子供と病人と年寄りだけが残され、でも私たちは一粒でも多くの米や大豆を軍に供出するんだって責任感に燃えてました。そしてあの日8月11日私たち何にも知らないで畑に出てました。すると団長さんが来て、ただならぬ様子で10日分の着替えと食料を持って演者駅に集結せよ。私は諏訪神社のお守りと、心臓さんが10
大切に使っていた万年筆だけを持って子供たちと駅に急ぎました。駅はすでにあっちこっちの開拓団から何千人もの人たちが集まり、それは大変な騒ぎでした。ところが待てと暮らせと汽車が来ません。やっと次の日汽車が着いたんです。でも汽車は空のまま出発しました。誰も乗らずに空のまま。汽車に一斉に乗ろうとすると、非国民それに連れてかれるぞって罵る人がいて、結局誰も乗らなかった。団長さんたちの指示でした。空の汽車見送ったら急に家や畑に未練が出て開拓地に戻ったんです。でも家も畑ももうめちゃめちゃでした。その場で呆然としてたらクーリーが来て貴族が来るって教えてくれて、私たち慌てて逃げました。団ごとに行列を作って千振川まで来たら橋も壊されていて、あの年は雨が多く川が増水していて、健康な人でも渡るのが大変だったんです。後ろからは氾濫した満軍が追いかけてくるし、渡るしかありません、その濁流を。その時病人と年寄りは置いてきました。隣の美代子さんね、結核で動けなくて、美代子さんも置いてきました。先行ってくださいって手をこうして、行け行けって、さようならさようなら、いつまでもいつまでも手振って、お母さんはもう気が触れたように川に飛び込んで引き返して行ったり来たり。あの美代ちゃん、誰一人あの人たちを連れて行こうとは言いませんでした。それからはただただ歩いて真っ暗な中を幽霊のようにゾロゾロって、何日歩いたんでしょうか。ある日すっかり貴族に囲まれて、もう命もないものと覚悟して敵の中に切り込みました。すると銃声がパタッと止んで、それからまたただただ歩いて、ミノルも八重子もすっかり体が弱ってきて、紐できつく縛って引きずるように歩かせました。そしてあの日日本の兵隊、日本の兵隊さんが、日本の兵隊が合流したんです。100人もの
気は嬉しかった。もうこれで大丈夫、兵隊さんが助けてくれる、そう思った。ところが証拠らしいその人が、子供が泣くと敵に見つかると言って。どうしたんですか？子供を殺せと。子供を殺せ？そんなことはできない。子供を殺すくらいならみんなで一緒に死のう、そう思いました。みんなで輪になって座って手榴弾投げてくださいって頼みました。私はミノルとヤイコしっかりと抱きかかえて、でもなぜか私たちだけ当たらなくて、死に遅れると思ってもう一度お願いして、そのまま気を失ってしまって、遠くで子供たちの泣き声や叫び声が聞こえて、はっと我に帰って、そしたら稔の胸に、稔はその時はっきりと、お母ちゃん、死にたくないよ、痛いよ、証拠らしいその人は稔の胸に銃剣を突き刺しました。稔の顔がみるみるうちに白くなって、そのまま息を引き取り、集団自決は飛び火していくんです。あっちでもこっちでも、八重子は私の顔見て逃げました。殺されると思ったんです。事実私もあの子を殺そうと追いかけて、そしたら目の前に鉄砲玉がピューって飛び込んで、私は我が子を殺そうとしたんです。もう何もかも平気でした。私は鬼のように歩きました。手当たり次第に草や木の根を食べ、泥水を飲んで、ある日気がついたら八重子がいないんです。そしたら背中でちっちゃな足がバッタバッタして、誰かが背中にくくりつけてくれてたんです。いいえ、自分でくくりつけたのか。それからしばらくして宝正のソ連軍に見つかり、宝正の収容所に連れてかれました。そして
そこで初めて日本が負けたことを知ったんです。収容所といっても着るものも食べるものもなく、おまけに冬がやってきて次々と死んでいくんです。私もやい子と一緒にここで死んでいくんだ。もう死ぬの待つだけです。もっと恐ろしかったのは、夜ごとソ連兵がやってきて次々と女性を、あの時の恐ろしさと言ったら、私たちを助けてくれたのは朝鮮の慰安婦さんでした。でもその人は帰ってこなかった。ある日、中国人が来ました。ワン、王と言います。うちに来ればご飯食べさせてやると言われました。八重子ももう息も絶え絶えで、八重子が助かるならとついて行きました。貧しい農家でした。オンドルの暖かったこと、涙があふれて止まりません。湯気の立つおかゆのおいしかったこと忘れられません。やっと生き返ったんです。でも八重子は、八重子一度は元気になったんですが、一年持たなかった。あの時私も一緒に死んでいれば、生きてる自分が情けなかった。子供死なせ、おまけにおめおめと敵国の人間に助けられて、そして私は身ごもりました。全てを受け入れるには随分と時間がかかりました。こっから逃げ出して日本へ帰る、いつもいつもそう思ってました。でもそのうち日本へ帰ることは諦めました。生まれたこの子、どうなんてできない。それにミノルやヤイコを死なせてとても日本へ帰るなんて、そして私は自分が日本人であることを
自分の中で打ち消したんです。はい、とても元気です。子供は3人います。あれから56年の年月が流れたんですね。私はあれから北満のソ連との国境の守備につかされました。8月9日ソ連が攻めてくるというんで、部隊の書類をすべて焼き払えという命令で近くの山へ行ってたんです。その間に部隊は攻撃を受け全滅しました。私は運よく生き残ったのですが、すぐソ連軍に捕まり、シベリアのコムソモリスクというところの収容所に抑留されました。そして22年の暮れに日本に帰ってきたんです。そうでしたか。すぐにでも中国に飛んで行きたかった。だが国交がなくて行けなかった。引き上げの人が帰ったと聞くと、飛んで行ってあなたや子供たちの消息を聞きました。方々を歩き回りましたが何も分かりませんでした。やっと同じ団で同級生だった田中静子さんと出会って、そして彼女から集団自決をしたと。一旦は田舎に帰ったんですが、田舎の人ともうまくいかず。どうしてですか？引き上げ者にはどこも冷たかった。村を出て川崎に来て町工場で働くようになった。やがて再婚しました。ひろこと言います。その方は今15年前に死にました。戦後はみんなそうだったんです。食うや食わずの森がたたって。そうでしたか。お子さんは一人います。友義と言います。そうですか。満州へさえ行かなければどうか。
心臓さん、自分が愚かだった。満州で一旗あげる、そんな気だった。みんなそうでした。あの時は考えもしなかった。他人の国に土足で踏み込んで、武力に物を言わせて土地も家も奪い、おまけに当の中国人を奴隷のように扱い、そんなところにあなたを巻き込み、おまけに子供たちまで。いいえ、それは違います。そればかりか、私は同じ青年団の仲間を引きずり込んでるんです。みんな死んでしまった。そして私だけが生き残っているんです。そんなこと言ってはいけません、心臓さん。忘れたくても忘れられない、一番忘れたいことが一番忘れられないですね。リーベンクイズ、日本人のお肉、見知らぬ中国人から何回石を投げつけられたか、夜中にハッと目が覚めるんです。誰かが刀持って追いかけてくるんです。逃げても逃げても追いかけ、私たちは侵略者だったんです。恨まれて当然だったんです。文化大革命の時は殺されると思いました。日本のスパイだって言うんです。私はまた収容所に入れられて、毎日毎日スパイであること認めよ、痛みつけられ、でも私は私の心真っ白だから、いいえ違いますって突っぱねました。そして3年後にやっと収容所出ることができたんです。でも出てきてほっとした途端に記憶喪失になったんです。家族はもうびっくりして、養母が日本の婦人を連れてきてくれて、歌を歌えと、日本の歌です、毎日毎日歌うんです、国民唱歌や童謡をね。うさぎおいしかのや、5年後にやっと元に戻りました。日本は豊かになりました。今度日本に帰ってはっきりと分かりました。私たちは捨てられた存在なんだって。私の兄さんでさえ私のような人間がいることは厄介なことなんです。帰ってくるべきじゃなかったのか。
しれません。心臓さん、私ね、今でも自分の魂があの開拓地のあたりや、みんなが集団自決したところさまよってるって思うことがあるんです。私はこの56年間、もし日本へ帰れたら、もし心臓さんに会えたら、苦しかっただろう、つらかっただろう、優しくいたわってもらえる、そんな場面ばっかり心に描いていた。私、日本へ帰りたい。私、日本人だから、日本で死にたい。日本で、日本で。